トム、お元気ですか？ヒヤマッチです。住之江協定でね、2人でオケラになって帰った以来で会ってないですけれども、まあ活躍はかなりされてるみたいなんで、頑張ってるなというのが伝わっていいかなと思っております。というわけですね、今回は愛知県一宮市スター一宮店にお邪魔しております。まあとにかく自分の好きな台を好きなように打ち倒してやろうかなと思います。前回のコンチネンタルのリベンジということですね。今日の本命台としてはやっぱりコンチネンタル、コンチネンタルがなければ、プロゴルファー猿とか、ねえねえ島娘あたりを、狙っていこうかなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、おはようございます。おお、すごい、おはようございます。よーし、テンション上がってきた。今日らしくないこと言っていいですか？ねえねえ島娘、一応ですね、この台っていうのがレギュラーはかりで、どんどんモードが上がっていくんで、ARD、ビッグと呼ばれる7がソロ ARD ですね、が出てないじゃないですか、の方が可能性があるんですよ。一応、その前日からレギュラーが3発ですか、3発で、まだ ARD。7が揃ってないという状態ということは、これがいい。それでは気合を入れて行ってまいりたいと思います。前一応出た時に、コンチネンタルを出していただいたんですが、それよりはもうちょっと詳しいということで、いや、全く液晶がねついてない機種なんで、純粋にバトライトだけ見て打つことにはなるんですけれども、すぐ鳴らすんで待っててください。これペナルティですね。で、一応左から押さなきゃいけないんですけど、ペナルティすると3ゲームペナルティあるよと、オリンピアの人から聞きました。お、これがチャンス目なんですけれども、これの次ゲームで何もリプレイとか一番いいやつなんですけど、こう引かなければ当たりと。バカ野郎と、よう考えたなと思うんですけれども、そういうことですね。何も引くな。やったセットインコーフは結構この後5ゲーム間がチャンスなんですが、このピックと呼ばれる7ゾロに行きやすいというのが僕の持論ではあります。持論なので、詳しくは皆さ
はしっかり解析の方を見てください。僕の中のあくまでも持論です。やった、これやった、接点5だこれ、絶対もう間違いない、これ100% いたんだったよ、やった、3弦だから3以上だよね多分。右よ、中よ、やったよ、中よ、右よ、中よ、左よ、はい、まだ来る、中から押して、俺それで早いよ、え目を知らないからね、これしゃー、で、これ、まあ、一応まあここ20って出てますけど、ベルがそのナビの回数ですね。で、まあそのベルがそのために一応言ってて、20ゲーム、あ、20回で1振りで、他のナビが出ると40回以上のナビを獲得するというふうになってます。いいだろ、一応ちょっとでも知ってるんだって言いたいと。でここでね、あの左って出た時にリプレイもしくは1枚役とか外れが出るんですけど、それで上乗せの抽選なんかをします。中から押して。いましたね。
やった1ゲーム1ゲームでここ落ち着いてくんねえかな。あまたあーってそんなうまくはいかないっすから。属しまして。